待機してるぞ。キラもいる。よほど敵だ。任務は変装装置の破壊だ。アンカーを破壊するぞ。過酷な任務だ。やり遂げるぞ。死ぬわけにはいかない。
生息海域が拡大しているようです。潜水艦隊がスキラと接触し大きな被害を受けました。潜水母艦も今後の活動に制限を受けることになるでしょう。プライマーめ、まさか海中への攻撃手段まで持っているとは。もはや潜水母艦は安全ではない。しかも敵は海の中で数を増している。対策はないのか。今のところは何も。指を加えて見ていることしかできないというのか。